ピアノ演奏家。ラグタイムで有名な演奏家、作曲家であり、ラグタイム王と呼ばれている。場所テキサス州東部の宗教地帯に位置するカス軍の軍と林連付近。かつては、1868年11月24日に、ダラスとリトルロックのほぼ中間に位置する同州、ボーイ軍テクサカーナで生まれたのだと考えられてきた。 日付長年にわたり、1868年11月24日であると考えられてきた。しかし、これが不正確であったことが、ラグタイム研究家のエドワード・バーリンによって明らかにされており、現在では1867年6月から1868年1月までの間に出生したのではないかという説が有力である。彼の存命中、 半券から得られる収入はあったが、重要な作曲家としては認知されず、1970年代になってようやくその音楽が見直された。ありがとうございます。